こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はね、経済産業大臣萩生田光一様の事務所の方にお電話を差し上げたいと思います。まあ多くの方からの要望がありまして、視聴者さんからのね、まあ萩生田光一に一声かけてやってくれということでしたけども、なんでこういうことになったかというと、この前ね、経済産業省からの連絡で、この夏は電力の供給がちょっといっぱいいっぱいになるから、各家庭で電気を節約してくれというふうなね、まあお話があったわけですよ。まあその話自体は、電気を節約する、悪いことではないと思います。無駄な電気をね、こまめに切るっていうのは私も別に反対ではありません。が、まあ、萩生田さんの言えたことかと思うわけですよ。それについてはですね、まずは私たちは納税者です。で、税金で暮らしてらっしゃる、まあ各省庁の方、行政職員の方ね、皆さん。あなた方は私たちの税金で食ってるんで、節約を呼びかけるなら、まずあなた方から節約してくださいってことですよね。国会もエアコンを切る。電気なんてな、ランランと明るくなくていいです。それからね、ここではあまり関係ないけども、速記の人がいるでしょ。今の時代、ボイスレコーダーがあるんで、速記いらないんじゃないですか。ね、別に書面で記録しなくても、録音音声があればいいわけでしょ。文字の書き落としも、フリーソフトであるわけでしょ。いらないと思いますけどね。まあでもそれはちょっと置いといてですね、萩生田光一さんの事務所の方にお電話を申し上げて、穏やかにね、国民のこう思ってるんだけどねっていうふうな声を届けようかと思います。それではこちらです。東京の永田町にありますね、議員会館です。こんにちは、お世話になります。私東京で事業を行っております久保と申します。萩生田光一さんの事務所におつなぎいただけますかね。はい、お願いします。一旦ね、つないでくださるみたいです。どうも、お電話を取っていただきましてありがとうございます。私観光事業を行っております久保と申します。先日ですね、萩生田経済産業大臣のちょっとテレビ報道がありましてですね、テレビ拝見したんですけども、この夏は電力需要がちょっと足りなくなるそうなんで、各家庭に節電を呼びかけてくださったっていうのは、私もそれはそれでいいことだと思うんですけども、私のね、お客様や取引先の方からちょっとこの前、いろいろとお話を聞いた時に、確かに節電を呼びかけるのは最もなんだけども、それ呼びかける省庁の方は節約してんのかってことでね。で、私がその話聞いたんで、やっぱりね、会社の代表ですから、皆さんの不満を、俺が言ってやるみたいな感じで、ちょっとね、大見え切っちゃったんで、今回電話させてもらったんですよ。それでですね、率直に言って、皆さん方の方でも大事な仕事をしてると思うんですよ。しかしですね、私たち家庭でも電気代がかかるもんですから、言われなくても節約はしてるんですよ。ね、それはお察しいただけると思います。同じ立場だと思いますんでね。そういう中でね、その議員会館まで電気を節約しろとまで言いませんけども、どちらかというと我々国民の電力需要に応えるのが仕事だと思うんですよ、経済産業省の。それを節約を呼びかけて、じゃあ経済産業省は何をやってるのかなっていうふうな疑問を持たれなくもないんですけども、そういう不満があったということですよ。ね、別にどうかしろとかね、ここでね、答え出せっていう詰めるつもりはございませんので、そういう声がありましたんで、私たちは納税者として言ってみれば、皆さんをね、養ってる立場ですから、どちらかというと節約する順番は皆さん方の方にあるんじゃないかなと思う次第なんですよ。言葉にして言えばね、気を悪くされないように、そういう不満はお察しいただいてると思いますけども、実際あるということですから、お伝えさせてもらいました。でも本当これからね、原発の再稼働とかで反対運動もあると思いますけども、差し当たってはしょうがないのかなというのが私の個人的な気持ちです。選挙もありますんで、また応援には行かせてもらいますんで、いろんな困った声もあると思いますけども、今回の電話もその一つかもしれませんけども、くじけずに頑張っていただきたいというエールも申し添えて、今回の声を伝えさせていただきます。聞いていただきましてありがとうございました。応援とともに苦言もあったとお伝えいただければ幸いです。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。失礼します。ということでね、まず一発目はやっぱりね、
穏やかに話すことが大事ですからね。でこれを繰り返していく中で、ええ加減なんとかせえよみたいなね、ちょっとね関西弁も出ると広島弁も出るという踊れやすどれやって昔から言いますけどね、まあ、そこまではいかないにしてもこうやってね国民の声を届けていくことは大事ですよ。でこうやって電話をすると自分なりにどういうふうな言葉を使えばいいかってことも整理されていくでしょ。で私もこれね台本なしでいきなりぶっつけで初めて電話しましたからね。それは録画しながら結構怖いですよ、ね、しどろもどろになったらどうしようとかね、かっこ悪いなとか思いながら口から出任せも一部入れながらね、説得力を持たすためにあることないことも込みで、でも大事なことは伝えたでしょ。そう思いませんか。だって私たちは納税して、要するに行政職員を養ってる立場ですから、節約呼びかけるんだったらこっちからお前ら節約しろっていう立場ですよ我々はね。で私たちは電気代を自分の給料の中から払わないといけないんで、言われなくても節約するわって感じじゃないですか。痛いけどね。だからそういう真っ当なことをきちんと穏やかに伝えていくこと、それが大事ですね。これを少しずつ少しずつ大勢の方がやっていただくと、だんだんこう国民に見られてるなということで気持ちも変わっていくんではないかなと思います。確かにね今自民党与党不満はあると思いますけども、電話口の人は一職員ですから、その方に怒りをぶつけてもしょうがないですから、その方にはあなたも私と同じ立場だから分かっていただけると思うんだけども、あえて声に出させてもらいますよということでね、伝えていくのが大事かと思います。それでは今回は萩生田光一、国会事務所の方に電話させてもらいました。永田町 2-1-2 衆議院第2会館、こちらの方でね、内線で呼びかけていただきました。ありがとうございました。